皆さんこんばんは。今回はボートアジングがテーマの動画となります。実は私は船酔いがひどくてボートで釣りをすることはこれからないなぁと思っていたんですけども、知人からの紹介でちょっとやってみようかなという流れになり、手漕ぎボートでアジングにチャレンジしてみました。それでですね、すごいですよ。これがボートアジングの威力かと言わんばかりの活性の高さ。キャストしてさあリール巻こうかなと思ったらヒットしているという時が何度もあるぐらいバンバン釣れます。そしてバンバン針を外すわけですけども、ここで問題が発生。船酔いする方はご理解いただけると思うんですけども、針を外すたびに、このね、針を外してる、ここに視点が集中するわけなんで、どんどん酔いが回っていきます。そうこうしているうちに、まあ30分ぐらいですかね、それくらいで完全に酔ってしまって撤退という羽目になりました。といっても20匹ぐらいは釣れましたので、良い経験ができたかなと思っています。もしあなたが船酔いしないのでしたら、一度ボートアジングにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。とにかくめちゃくちゃ釣れます。それでは今回のタックルですけども、まずロッドが月下美人 MXA511ULS、 リールが月下美人 MX2004、 ワームがビームスティック、ジグヘッドが 1.2g です。それでは実況動画本編となります。どうぞご覧ください。
ですね、まだまだ釣れそうなんですが、船酔いが激しくなってきたんで、もう終わります。船酔いしない方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。